どうも、エレラリトです。はい、こんにちは、福田です。よろしくお願いします。さあ、福田さん、今回のテーマは何でしょう。今回ですね、こちら、はい、花田少年誌の切ないシーンランキングです、うん、はい、こちらの方見ていきましょう。ね、切ないですからね。はい、はい、じゃ僕の第3位は、まあ、ジロが歩道橋から落ちる一路からお守りを奪うシーンですね。ちょっとね、まあね、これでジロが死んじゃうわけですけども、うん、ジロが死んじゃうのは悲しかったですね。まあしょうがないですよ。なんだかんだでね、一路と一緒で絶対に助かるもんだと思ってたんですけど、うん、ダメでしたね。そうね、なんか大丈夫だろうって思って見てたら、なんかね、ポンって一路のところね、取った時に足跡ついてるんですよ、シャツに、うん、あ、死ぬかもって思っちゃいましたね、なんか残念でしたね。もう本当、一郎のために生きてね、一郎のために死んできましたね、二郎は。まあまあ、でも一郎が助けてあげました。まあまあ、そうなんですけど、うん、僕はもうしょうがないですね。そうね、今度もらった命っていうことですね。いや、しょうがなくはないですよ、全然じゃあ、私はですね、はい、K がね、一郎と大喧嘩するんですけどね、最後に一郎がね、うん、だからお前のところにはお母さんなんかいねえんだ、逃げられちまうんだみたいな言ったらね、ひどいこと言うんだよな、ケイが泣いちゃうっていうね、うん、いや、一郎の気持ちも分かりますよ。やっぱそのまあ対等でね、やってたわけですから、うん、でもケイもやっぱね、頑張ってたんですよね、ケイはね。で、泣いてね、一郎が泣くのずりーぞって、ね、まあ、それはそうなんですけどね、泣くのずりーぞって言ってね、うん、まあケイもね、ひどいこと結構言いますからね、うん、いや、でもこういうことありそうですよね、なんかね、うん、小学校の時とかあったらありそうですよね。なんか僕もね、やっぱり女に厳しかったんで、ね、まあ、なぜ、まあ、子供の頃本当泣いたら終わりみたいなとこありましたからね、泣かしたやつが悪いっていうね。そうなんですよ、うん、泣いたらズリーズはすげえわかりますけどね、うん、いや、それ大人になっても思いますよ、俺、女性とかと話してて、うん、喧嘩になって泣いてんの見たら、いえ、ズリーと思う。いやいやいや、それはもう大人の話し合いじゃないじゃんって思っちゃう。まあね、だから泣いても俺は別に泣いてるなとしか思わないんで、大人になってからはね。まあもうそれはしょうがないよって思いますけど、俺はもう冷めるよ、泣いたら。なんで俺こんなやつと対等に話してたんだろうと思って。冷めはしないですけど、激冷めしよう。涙勝手に出ちゃうだけですから、激冷め。あれは泣こうと思って泣いてるわけじゃないですからね。僕の切ないシーンの第2位は、メロンが息絶えるシーンですね。メロンちゃんね、メロンね、一回ね、パチって目覚めてね、おっと思ったらやっぱ死んじゃいましたね。メロン ギリギリでしたね、うん、ちょっとね、もっと早くね、まあ、もっと早くダメだったとは言ってましたけどね。まあまあまあ、その野犬が来た時点でね、うん、まあ、ダメだから来てるわけだもんね、結局一応のところに生きり落として、うん、ちょっとね、ただメロンがあの子供できたんだったら、そのどっか行けたんじゃないかって。まあ、でも猫もこんなもんか。こんなもんと言いますと、ん、猫も家族とかで生活しねえか、こいつらも。猫、まあ子供が大きくなったらね、ある程度、別でも一緒にはいるんじゃない、野良猫だったら。でもまあそれももう複雑ですからね、その兄弟同士で子供を産んだりとか、うん、逆に親と子供とかもね、いっぱいあるんでね。父親どこ行っちゃったんですかね、本当に。父親はでもあんまいないよね、そのなんか、うん、確かに言われてみたら、なんかオス猫ってあんま、なんだろう、やられてんじゃねえかな、縄張ら争いで。ああ、まあね、まあ、わかんないけど、オスメスあんまり、ね、野良猫に関して意識したことないからあれですけどね。あの、なんだっけ、傭兵だっけ、傭兵も忘れちゃうもんかね、1年前のこと。まあ子供だからしょうがないか。いや、すぐ忘れるでしょ、子供は忘れるか、うん、確かに。あんなすぐ、ね、妹を生まれて大変なことになって、うん、ってなったら忘れちゃうか。すぐ忘れますよ、こんな猫のことなんて。まあ、そうなんだよね、1年って長いからね、子供からしたら。そうですよ、うん、何遍もそんな忘れてますよね、このこと、うん、こいつ名前なんだっけ、タカト、ヒロト、ヒロト、中学生の
高人、本屋ね、はい、私あの最後ね高人くんがあの、うん、幽霊のお父さんとキャッチボールするシーンね、そば屋のね、そば屋も金ないのかな、なんか貧乏多いんだよね貧乏人がね、まあ、この時はやっぱ貧富の差激しかったんじゃない、そうなんですよね、キャッチボールしてね、グローブが欲しかったんじゃなかったんだみたいなね、俺はお父さんが好きだったんだみたいな、こいつ蕎麦屋のね留守番しててね野球行けなかったですからね、そうね、やっていけると思ったんですけどね、蕎麦屋の子もいたな、蕎麦屋いなかったな、蕎麦屋の子いましたね、まあ、確かに今から考えるとあの蕎麦屋が儲かるはずはねえとも思うけど、まあ田舎でねやってたらね、まあでもそうか、土地は自分の土地でやってんのか、自分の家の1階を蕎麦屋にしてるから土地代はまあかからないとして、そう考えたらで従業員雇わないで自分でやってるとしたら、まあそこまでか、でも俺の友達も焼肉屋とかいたけどめちゃくちゃ住宅街でも来んのかな今考えたら、行くと思うよ、でもどの駅からも近くないんだよ、いやだから来るんじゃない、地元の人たちしかもう相手にしないから、そうだから駅の、駅まで行かないでなんかこの辺でちょっと飯食うかみたいなやつを相手にしてんじゃん、いや行ってたよ俺は結構だから、そう、俺駅までチャリでさ行かなきゃいけなかったから飯食うって言ったらその辺のなんか家でやってるところに食い行ってたよ、へえ、でもなんか今思い出してみたらすごいなんか古くてうまそうな焼肉屋に思えてきたな、まだやってるかなめっちゃなかった、なんか中華屋とかラーメン屋とか、いや中華屋とかもあったけど、中華屋ね、あそこに客いるの見たことねえな、まあそこの一角なんだけど、なんであんなところに店がちょっとだけ集まってたんだろう、蕎麦屋もあったわ、やるんだ、まあ、友達はいなかったけど行ってたもん、ちょっと団地みたいなのができるからって言って作っちゃったのかな、あとやっぱあのコンビニとかなかったじゃん昔、まあそうだね、だからそのちょろっと買ってきて食うとかできないから、出前とか取ってたのか、じゃあそこで、あそこら辺のやつらは、1位は、こちらですね、一路が母ちゃんに母ちゃんなんか嫌いだというシーンですね、まあ、僕もそこですね、あのリンコンのところですね、まあね、まあ、ここはなんかね、まあ、リンコとお母さんの関係があって、で、その普段厳しい母ちゃんがね、一路の見つけて安心してるんでね、なんか俺はここの親子もそういうのになるのかなと思ったら、やっぱ一路はやっぱりリンコと行きたかったってことですもんね。なんか母ちゃんがいるから、ね、残されちゃったじゃねえかっていうのをお母さんにね、当たるんですけどね。まあ、でも母ちゃんの心配も分かってる、なんか一気に大人になるシーンですからね、ここでね、そうなんだ、子供ってやっぱまあそうだよなっていう今が大事だから、でもそのすごいですよね、母ちゃんもこの心霊現象を信じてるってことですもんね、ここにこんな感じで来るってことはね、虫の知らせみたいなのがあったんですかね、はい、というわけで、まあ、説明しランキングですね、さあそれでは今日の一ネタご覧ください、どうぞ、あ、これ俺の姉ちゃんだ、あれそう、デブでブツだから、化け物って言うの、いやデブスマンでよくない、どうもありがとうございました。